おはようございます、のぶです。2月14日バレンタインデーです。バレンタインデーを置いといて、今の時間が9時44分です。今日は那覇市に来ております。そして那覇市の代々木公園、今封鎖されている那覇市民会館のすぐ隣です。代々木公園来ております。代々木公園の桜が綺麗です。先日万国公園の桜をご紹介して、まだ全然早かったんですが、代々木公園結構咲き揃い始めております。まだこれから咲いてくる、葉っぱがつき始めているのもありますが、まだまだこれからが見ごろじゃないでしょうか。結構散歩したりしている人が代々木公園多いですが、いい感じに咲き揃っております。この川沿いが綺麗ですね。さっき言った那覇市民会館の方に、国道330号線の方から、那覇市民会館の方に入ってきています。感じで咲いております。ちなみにちょっと桜とは全く関係ないんですが、代々木公園 SL が置いてあります。昔の鉄道のあった頃のものなんでしょうか。ついでなんでちょっと見に行ってみましょうか。SL はまたの機会にします。次の動画に切り替えます。ということで、代々木公園の桜をお届けしました。ありがとうございました。